車椅子の部はテニス、マラソンなどのスポーツの競技会において、健常者が参加する一般の部と、ほぼ同時期に同会場で開催される、車椅子使用者による障害者スポーツの競技会。海外のマラソン大会などで、ホイールチェアディビジョンとして行われるものの訳語であり、車椅子部門と表記されることもある。車椅子テニスについては、世界四大大会開催期間中に、 同会場で行われている。スタートを待つ、選手健常者が参加する、市民マラソンなどにおいて、健常者がスタートする後から10分前に、同じコースをスタートする。車椅子マラソンの世界記録は1時間20分14秒、100メートルごとの、ラップは11秒4であり、上位クラスの選手であれば、健常者より先にフィニッシュするため、決勝判定時に作走することなく、 大会を運営できる。世界で初めてマラソン大会に車椅子の部を設けたのはボストンマラソンであり、その後、シカゴマラソン、ニューヨークシティマラソン、ロンドンマラソン、ベルリンマラソン、ホノルルマラソンなど多くの海外マラソン大会で実施されている。日本において 42.195km のフルマラソンで車椅子の部が行われているのは 東京マラソンと大阪マラソンの2大会のみであるが、ハーフマラソン以下の距離の大会では、仙台国際ハーフマラソン、横浜マラソンなど、全国各地で開催されている。卓球、バドミントンなどで、車椅子の部が行われることがあるが、車椅子バスケットボールなど、規模が大きくなる競技については、健常者の大会とは、独立して、別日程、別会場で行われることが多く、 車椅子の部という表現が使われることは稀である。ありがとうございます。